こんにちは。今週は、坂井隆成騎手がオーストラリアで初勝利したことについてお話をしたいと思います。続きを読む、競馬歴半世紀のベテラン、水嶋春幸の予想、コラムを集めた新コーナー、競馬夢広場、がスタート。紙面でも大好評の、淡幅で買え、柴田大地騎手が騎乗馬を振り返る、大地が駆ける。G1 のステップレースを徹底分析する、前哨戦その一瞬、を掲載中です。続きを読む、こんにちは、初登場の牛山です。昨日は、岩手競馬アワード、の取材で盛岡にいました。岩手競馬アワー、続きを読む、大地が駆ける、3月12日15時25分、今週の異形厩舎、この一頭、コンピ革命家田中洋平のテクニカル6、3月17日19時19分、特馬ネクストチルダ次の狙い場から、水嶋春幸の淡幅で買え、3月17日17時39分、ひなみのつぶやき、終章調教祭典、女性厩務員のできるまで、3月3日18時50分、徳馬くんの星占い、水嶋春幸、前哨戦その一瞬、2月14日15時14分、フォト写真ニュースステルビオ、右、に花さ押さえ、フォト写真ニュース阪神大賞典3着に敗れた一番人、フォト写真ニューススプリング S3 着のマイネルフ、18日阪神 3R 的中。木南優穂が18日中京ワンテン R 的中、18日の、極馬ネクスト、スプリング S 調教祭典サイト案内動画を見る入会手続き方法を今すぐ見る、岡本光夫調教この一頭、18日中京ワンテン R 陣長下賞イコールバレン2270円、木南とモスケ木南優穂のこの馬来なさい。18日中京ワンテン R 陣長下賞イコールバレン2270円、伊島健一郎片瀬屋、伊地場。18日阪神 6R イコール三連単2020円、バレン490円、新村明の真剣勝負プラスアルファ、18日中山 11R スプリング C イコール馬単1120円、山田純是非に及ばず、18日中山 5R イコールバレン630円、堀内康夫競馬歴45年堀内康夫三番勝負、18日中山1 11R スプリング C イコール馬単1120円、佐藤哲造哲造塾、18日阪神 12R イコール3連単29510円、中山 9R 幕張 S イコールバレン3210円、中山 11R スプリング C イコール3連単7440円、新村明の真剣勝負プラスアルファ、週7日中山 11R フラワーC イコール馬単2180円、辻厚子秘密の厚子ちゃん、週7日中京 2R イコールバレン3800円、今西和弘今西鎮雑学馬券、週7日阪神 3R イコールワイド770円、3310円、佐藤哲造哲造塾、週7日阪神 9R スマ特別イコール3連単14690円、フラワーカップ GIII 登録馬出馬表結果中日スポーツショーファルコンステークス GIII 登録馬出馬表結果フジテレビショースプリングステークス GIII 登録馬出馬表結果阪神大賞典 GIII 登録馬出馬表結果以下のボタンからログインしてください。お知らせはこちら、ご注意メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。